アウセクリスとは、金星の化身であるラトビアの神。オースの語源はラトビア語で、夜明けを意味する、オーズマもしくは、東洋を意味する、オーストルーミー。シークリーズの語源は、種子を意味する、スクラズである。また、動詞のオーストが意味する、登るのように、オーシュクリスは、登るものという意味があるかもしれない。アウセクリスは、ラトビア神話で太陽神サウレ。 月の神メネスに次いで3番目にポピュラーな神であるが、ラトビア民謡であるダイナでのみしか研究されておらず、おそらくは1915年に20万近いダイナをまとめた全6巻のラッテベジュダイナ図を書いたクリシュアーニス・バロンスの創作であろうと考えられている。アウセクリスは月の神メネスと密接に関係している。彼らは両者もに神の息子であるディアデリであるように、 相互に他の男性神との混乱がある。アウセクリスは太陽神の娘であり、リトアニア神話におけるアウシュリネイでもある、サウレスメイタの花婿である。少数のダイナはアウセクリスが馬に乗るにはあまりに若すぎるであろうことを示唆している。そのため彼のためにそれぞれ馬が飼われるが、息子はまだそれを必要としていないと言われる。ここでの息子という言葉が アウセクリス自身を指しているのか、アウセクリスの息子を指しているのか、または馬を指しているのかは明確ではない。アウセクリスの八芒星と五芒星の描き方、ソ連からのラトビア独立運動のシンボルにも使われた。八芒星はアウセクリスと名付けられる。それは悪魔の十字架としても知られている。他のシンボルは五芒星であり、それは他の文化では金星を象徴している。 このように、八方星と五方星の両方の印がアウセクリスのシンボルとなりえ、当初は悪魔除けのために使われていた。後に五方星は悪魔のシンボルとなった。八宝星及び五方星のシンボルは、一筆書きで書かれなければならない。ありがとうございます。